どうも、ハリスメンテハノです。どうも、ダンダンマモです。ゲームアジャンです。というわけで、僕たちは、はい、花尾チャンネル編、せーの、僕たちは花尾チャンネル編集マンです。編集者っていうのはですね、まあ、非常にね、まあ、陰ながらの努力というか、まあね、そのメインで動画に出てる人ではないので、やっぱ見えにくい部分であると思うんですけども、やっぱ編集者にもですね、やはりいろんな悩みがあるんですよ。その一つが、はい、なんだ、テロップ。お、テロップ、そうですね。でも今回は違います。マコ、花尾さんとか電源さんが喋りすぎる。なるほど、切れない、はい、カットができない、はい、それはお前の判断力がないだけだ。くー、頑張れ。編集者が一番困るシチュエーション第2位がですね、このシチュエーションでどういう BGM を入れたらいいかわからないし、その BGM の名前もわからないです。花尾さんあれ使ってるな、でもあの BGM 何やろう、わかんねえみたいな時ないっすか？あります。よくあります。よくあると思うんですよ。それはですね、シンプルにもう英単語を覚えてないのと一緒で、 BGM をシンプルに覚えていない。怠惰、あなたたちの怠惰が招き起こしたことなんです。編集向上委員会の活動の一環ということで、はい、皆様にお付き合いいただければなと思います。それでは、はい、メイクイットパスローウィズビアフットサマー。しかもね、これ場合によっては俺らが独自につけてる名前の場合もあるんで、そうですね、まあ、僕らが分かればそれでいいっていうやつなんで、皆さんは全く分かんないと思うんですけども、合ってたらすごいねって言ってあげてください。はい、で皆さんも多分よく聞いてる BGM 結構あると思うんですよね。じゃあまずこれいきましょう。はい、はい、超簡単。これでもう分かんなかったらマジでほんまに二度と編集しないでください。どうぞ。はい、書いてください。お、いいですねー。てかすみませんね、視聴者さんは今のでもう分かんないかもしれないですね。でも俺らがいつも使ってるところはちょっと違うところなんでね、 BGM 開始10秒ぐらいのところから使い始めるみたいなところもあるんでですね。じゃあまこさん、オープン。ヴェルディレクイエム。おー、はい、キムくん。はい、レクイエムです。お、正解でーす。さあ、はい、これはあの花尾チャンネルのまあ米印あたりのねところで流れる曲なんですけども、いつもは大体ですね、これの10秒後ぐらい、ここを省くんですよね。こっから使ってますっていうことでね。まあ皆さんもね、これ聞き覚えめちゃくちゃあると思うんですけども、じゃあ次。はい、まこくん手がいいですね。今後まこ回、今回は今回はまこがチヤフヤされる回ですね。解けました？え、何してんのお前。これもう花尾チャンネルではもうドド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 TVerだよ。いや、これ探さないんですよ。だってはこれ探さない、入ってるから、もう元々入ってるんで。いやいやいや、まあいい、それはいい加減覚えようよ。そろそろキムからオープン。はい、どうぞ。これ超絶よく BGM の上から3、4段目ぐらいにあるやつ。はい、1で覚えてるやつね。ああ、まああの英単語でもこの単語確かあのなんか左のページの下の方にあるやつだみたいなさ、ああいう感じでね。ああ、でもね、ダメです。すいません。モーツァルト。正解、2ポイント。次はね、皆さんにもおなじみというか YouTuber 曲を流しましょう。この BGM といえばみたいな。はい、それは YouTuber を書けばいいの？ああ、そう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 、だから、はい、検索するときに何て検索するか。この BGM って絶対あのあれって検索するやん。はい、大丈夫でーす。はい、じゃあ光がなくなっちゃった。マコ、マコオープン。マコオープン。はい、光でーす。あっ、こんなちょ凝る余裕までテロップで凝ってくる。でもそれグラデーションの逆です。あああああ逆なんや。俺そう気づかなかったのそれ。キム君。はい、光さんです。はい、正解。やった、光さんです。はい、じゃあ次。はい、やばい。え、やばい。出てきてください。てかオーケストラは正直やっぱシチュエーション、特定のシチュエーションでめちゃくちゃ使えるんで、あのオーケストラの知識はマジでないと YouTuber やってきません。 YouTuber はね、やっぱね、芸術なんで。そん時にそれ知らへんかったら、だってもうさ、マジどうするやってこれ。おー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 、いや、この曲知らんのはマジでダメやろ。お前やばいやばいやばい。これクイズノックとコラボ企画できますよこれ。あーあー、確かに。やばい、もう魔法界いっちゃうんかよお前。今回やってもた。はい、じゃあキム。カルメンです。お、いいですね。マコ、オープン。ベートーベン。はは、カ
カルメンやん。はカルメンやん。いや、ワカ知ってたよ。お前、知ってた、知ってた、知ってた。ほんまお前、編集者なんガチで。知ってた、知ってた。次も、花尾チャンネルで結構使われる BGM です。これは、キムが卒業式で前日の話であった。キムはこれから2週間。じゃあ、マコから。クリスマス。ちなみに T がないんで、これ検索しても出てきません。あ、クリスト。あ、はい。はい、これ恥ずかしいやつですね。あ、5時です。皆さんが大好きな5時です。はい、じゃあキムくん。はい、クリスマス。あー、でもね、チュリストマスって書かないとダメですね。だから僕の場合は、まあ、チュリスまででまだ引っかかるっていうね。でも、マスついてたから、それだチュリスで終わっといたらいいんだよね。中で、もう検索して途中で出てくるっていう。あ、そういうパターンね。じゃあいいよ。じゃあいいよ。あ、そうです。はい、これクリスマスモーニングというね、曲でございます。花尾さんに勝ちたいのはちょっと俺にもマジで、ほんまに、てかもうマジで無理です、僕には勝てません。頼みます。はいはいはい、わかった。はい、これむずいと思います、だいぶ。あ、マジですか。俺だってこの BGM どこで手に入れたか分からへんもんっていうぐらい古い。お前書いた。もうさ、顔だけでさ、もうなんかもう張り合いないねんな、ほんまに。まこ、何が俺に勝ちたいやねん。せめて回答すぐ書くぐらいしてもらうの困るってよ、お前。はーい。うわー、ついに、ついに思考放棄しやがった、こいつ。演者としてあるまじき事態。これはやばいっすね。はい、はい、じゃあ僕の回答こちら。はい。はい。これはね、オメガケンタウリと言います。オメガはちなみにこのオメガなんですよね。え、こんなじゃないでしょ。あ、そっちです。小文字です。小文字ない。でも当てます。はい。やだーす。当てます。これ変えときゃよかった。それ変えてたら、まあまあ、これ変えときゃよかったな。これなんか変えときゃいいのによ。おいおいおい。ほんとだ。じゃあ、次に行きます。はい。はい、こちら。間違えました。え、間違えました。でも今の結構逆に難しいパターンだね。あ、じゃあ今ので行きます。はははは。ちょっと待って。これな、俺の中でそのフォルダって感動系っていうフォルダに入ってるんだけど、はい、感動系のフォルダには何個か曲があって、その中の一つを書いたんですけど、ちょっと正直自信はあんまりないっすね。で、マコよりいいかはいい回答を書くとは思うんすよね。やば、サマーピアノで書こうとしてるよ、こいつ。うえー、マコ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 サンキュー。うえー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 。おー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 。でこれ当てたらマジ褒めてほしいな。さすがにマイナーやな、これ。だって今その曲使うんやったらサマーピアノ使うしな。ごめん、潰しちゃった。うぜえ。ごめん、ごめん、潰しちゃったサマーピアノ。うぜえんだけど、わかんない。もう編集者やめます。もう心を折る回になってしまったか。早かったかな。実力が足りなかったですね。ちょっと無理した感じ。はい、じゃあマコ。はい。春に歩く道的な。春に歩く道的なニュアンス、的なニュアンス。マジマジマジ、なんかそんな感じの。待って待って待って、結構ね、似てます、俺と。は？いや、マジで、こいつちょっと土壇場で鹿島のバカ力をちょっと出してきたね、これ。俺の中で。ニュアンスなよ、なんかもう。え、待って、でもな、結構お前結構当たってると思う。割と。で、俺も多分当たってるか分からんねんけど、マコに似てます。僕の回答こちら。春の輝き。あった。で、ちょっと自信はないっすね。でも、こういうのあったのは確かないけど。春の輝きはあった。花尾さん正解。イエーイ。でもお前インスピレーションだけでそこにたどり着いたのは結構すごいと思う。普通に。いやでもな、惜しかったな。今のはね、なかなかちょっとチップをあげたいです。チップ。焼肉1枚おごります。チップ。じゃあこれ来週、最終問題です。最終問題です。ではこちら。これね、自信はないんですよね。曲名フルワはちょっと分かんないんですけど、単語をね、2つ書きました。単語を2つ書きました。はいはい。じゃあマコ。東海オンエア、猫。どういうこと。どういうこと。ワンチャン東海オンエアで引っかかるように、うん、名前を変えてるかもなっていう可能性と、
この曲名は、まあ、一応海外の曲だと思うんですけど、はい、ロシアだと思うんですよね。はいはいはい。で、もう一つ単語が、ね、あんまりちょっとあってはないと思うんですけど、多分ラブっていう単語が入ってたと思うんで、はいはいはい、ロシアラブとだけ書かせていただきました。はい、これで引っかかると思います。はい、From Russia with Love でございます。おーおー、すえー、すえー、おー、まあ 50% ちゃんと当ててきましたね、もうちゃんと。素晴らしい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 。いいですね。いや、ここをちゃんと網羅しているのが、この花尾といったところでありましょうか。さすが、編集歴5年。伊達じゃない。全然違う。あがめよ。ちょっと、あと1年ぐらい経ってから出直しますね。ということで、はい。ちょ、かっこいいところは見せたかったんですけども、我々ね。予想以上に皆さん、我々編集者がね、英単語のね、ページのどの位置で、っていう風になんか引き出し的な感じを覚えてるっていうことが発覚しましたのでね、はい、まあ、ちゃんとね BGM と曲名が一致するように皆さん超絶よく、まあ、せめてね全部覚えてください。はい、はいはい、ということで、はい、今回の編集者会議を終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。